今回は株主優待ライダーさんにお話を伺いました。株主優待ライダーさんは岡山県在住40代のサラリーマン投資家。投資歴と優待歴はイコールで10年。人気 YouTube 株主優待ライダー株主優待チャンネルは現在チャンネル登録者数6万人超え。スーパー株をこよなく愛し、多少遠方でも愛単車で出かけるライダーです。会社の同僚から教えてもらったのがきっかけで優待投資を始める。地元岡山県の紳士服販売の春山ホールディング、現春山ホールディングスの株を持っているとネクタイやワイシャツの引き換え券がもらえるという魅力に惹かれて優待投資を開始。基本的に長期保有で優待または配当のある銘柄一筋に買い増ししています。テーマは愛妻優待。愛妻家のライダーさん、今回は奥さんに喜んでもらえる優待ベスト10を厳選。家族、特に奥様に幸せを分配できる銘柄の魅力とほんわかエピソードを伺いました。株主優待ライダーです。こちらの会社は女性向けのアパレルブランドを展開する企業で、まあ、アズールとかマウジーとかそうしたお店を、まあ、駅地下であったりイオンなんかの大型商業施設で展開する企業となってます。こちらの銘柄の魅力は何といっても利回りが高いところで、配当利回りも 4% を超えていますし、株主優待の利回りも非常に高くて、なおかつ年2回株主優待がいただけるというところと、あと使える店舗も割と多いというのも魅力的なところになるんじゃないかと思います。この銘柄についてはもう5年以上前から、妻と結婚する前から、保有をしていて、その当時はあまり使うこともなかったような、優待券だったんですが、妻と出会って結婚してからは非常に重宝しているそんな優待というところになっています。こちらの、銘柄の株主優待についてはニット系のシャツであったり T シャツであったり、こうしたところの商品と妻が引き換えているというようなところでお買い物を楽しんでいただきました。ハニーズホールディングスについても、全国に女性向けのアパレルブランドを展開する企業といったところになっていてですね、こちらの企業についてもイオンモールであったりそういう商業施設なんかに多数入っている銘柄で、株主優待なんかも使いやすい、そうしたような企業といったところになっています。こちらの銘柄についても5年以上前から購入をしていて、もともとですね、妻と出会う前から持っていた銘柄で、妻と出会う前までは上げたりですね、売ったりみたいなところで、あまり使うこともなかったんですが、妻に出会ってからはですね、毎回妻の方が金利の店舗で使っていただいて非常に喜ばれている、そんな優待銘柄の一つとなっています。こちらの銘柄の魅力としては、先ほどのバロックジャパンと少し被るんですが、配当もそこそこいい内容で、なおかつ株主優待の内容も魅力的なものとなっていてですね、3000円の商品券、こちらは年1回というところとなっていて、なおかつ長期保有なんかが前提の銘柄となっているかと思うんですが、最近については長期保有の縛りがついている方が、優待の解約や廃止になりにくいというようなところもあろうかと思っていますので、長いことを保有するのに安心感があるそんな銘柄でお勧めできるポイントになるんじゃないかと思っています。妻も好きなブランドの一つで、特に近くに店舗があるというのが非常に使いやすいというところで妻の方からも好評いただいています。アダストリアについてはニコアンドであったりローリーズファーム、スタジオクリップであったり多数のブランドを展開する、どちらかというと女性向けのアパレルであったり雑貨の企業といったところになっていてですね、非常に使える店舗が多いというのも魅力的な内容の、企業となっていて、私どもも非常に重宝しております。こちらの銘柄はちょうどコロナ禍で安くなった時に購入をさせていただいている銘柄で、魅力的なポイントについてはですね、3000円相当のお買い物券がいただけるというところで、その金額面のメリットもありますし、そして使える店舗が非常に多いというのもありがたいポイントで、合わせてですね、2年継続保有をすることで5000円相当の価値にグレードアップするというところで、長期保有にも向いた銘柄かと思っていて、そのあたりがおすすめのポイントになるんじゃないかと思います。こ
ちらの銘柄の株主優待については、妻がですね、スタジオクリップという、まあ、雑貨を売っている店が非常に好きで、そこでグラスであったり、直近ではお茶碗なんかを買ってですね、それ木製のお茶碗だったんですが、ただですね、少し前にそれをですね、コンロの近くに置いていてですね、ちょっと燃やすまではいかなかったんだけども、まあ、焦がしてしまって非常に、まあ、残念がっていてですね、この2月で、まあ、権利を取る予定になっているので、それでまた同じものが買いたいなということで、今からその遺体が届くのを非常に楽しみに待っています。ポーラオルビスは、まあ、化粧品であったり健康食品なんかを手掛けている企業ということで、まあ、私自身はポーラという化粧品については今まで使ったこともないんですが、逆に、まあ、オルビスというところで言うと置き換え食みたいなところの商品なんかをダイエットのために頼んだようなこともあって、まあ、そうしたところから、まあ、面白い企業だなと思ってこの株をですね購入させていただいたんじゃないかと思います。こちらの銘柄の魅力は最近株価が安くなっていてですね、配当利回りも高くて、なおかつ株主優待も魅力的な内容になっていてですね、まあ、1500円相当のポイントがいただけて、選べる商品の中からですね、その金額内で選択するというものになっているんですが、まあ、こちらの銘柄についても3年継続保有を満たすことで3500円相当ですので、まあ、倍以上の優待にグレードアップするというところも非常に魅力的な内容になっているんじゃないかと思いますので、こちらの銘柄が好きだという方は長期で保有するのがお勧めできる、そんな銘柄になっているんじゃないかと思います。でこちらの銘柄についてはですね、1500円相当の商品ということなんですが、その価格帯だと大体選べるのがシャンプーだったりリンスといったところになっていてですね、まあ、高級な内容のですね、まあ、そうした商品がいただけるということで、まあ、こちらについてはですね、妻も、まあ、私もですね両方使えるというところで、夫婦揃ってですね同じものを共有してですね、これ良かったねとかっていうですね、まあ、そういうコミュニケーションツールの一つにもつながっているというのがもらってよかったなというポイントになるんじゃないかと思います。ヤーマンについては美顔器具であったり化粧品の販売を行っている企業というところになるんですが、こちらの企業の魅力的なポイントとしてはやはり株主優待の額面が非常に大きいということと、長期保有で大きく増えていくというようなところが特徴の優待銘柄かと思っていて、なおかつですねヘアマンというと美顔器具というところから化粧品であったり様々な商品を展開しているというところで、そうした優待のもらえる幅が広いというのも非常にいい内容の銘柄と言えるんじゃないかと思います。ヤーマンの優待券で購入したのは化粧水を購入してですね、でこれはですね私が、まあ、妻のために黙ってですねプレゼント的に購入をしてですね、それをこう妻にプレゼントしたというところだったんですが、まあ、妻は実は割とですね好みにはうるさいところもあって、特に女性なんかは、まあ、化粧品というとこだわりなんかがあって、私が選んだのをですね最初はですねいつも使うものじゃないからということで、最初はあまり歓迎されないところだったんですが、実際に使ってみたら非常にいい内容だったということで、まあ、来年もこれを頼んでほしいと依頼を受けてですね、結果としては非常に良かったんですが、まあ、こういう化粧品関連の優待であったりするのは結構好みが分かれるところにもなるんじゃないかと思いますので、男性陣はですね安易にこう買ってプレゼントなんかをしてしまうとですね歓迎されないみたいなところもあり得るかもしれないので、そのあたりの選択はご慎重にいただけるといいんじゃないかと思います。イオンモールについてはイオングループの企業で、まあ、イオンモールを展開しているディベロッパー的な不動産関連企業というところになっていて、配当利回りも高く、合わせて株主優待も魅力的な内容となっていて、3000円分の、まあ、イオンモールで使える電子券みたいなのがいただけますので、まあ、こちらはもうほぼ現金と言っていいような非常に価値の高い株主優待というところが魅力的なポイントになるんじゃないかと思っています。
ちらのカードについては妻の化粧品であったり医療品であったり、まあ、食品、まあそういった特に何かっていうの決まってるわけではないんですが、まあ、家計の足しになっているということで非常に喜んでいただいています。スカイラークについてはファミレス最大手の企業というところになっていて、ガストであったりヨナさんへとシャブ用であったり本当にさまざまな業態の店舗を展開している企業というところになっていて、魅力的なのはですね、まあ、2000円分のお食事券が年2回いただけというところが非常にですねありがたい内容となっていてですね、おそらくですね、まあ、どなたでも住んでいる県のどこかには使える店舗があるんじゃないかと思いますので、そういう意味ではですねその店舗がなくなって使うところがなくなる、そうした心配はいらないというところが魅力的な内容の一つになるんじゃないかと思っています。こちらの株主優待については家族で利用することが多くて、特にガストについてはですね毎月のようにクーポンが多く発行されていてですね、そのクーポンを使うと、まあ、むちゃくちゃですね安くお食事を楽しむようなことができるというのがですねいい内容なんですが、そこに合わせて株主優待を利用するというところで、まあ、非常にですね重宝している優待の一つといったところになっています。そしてこのスカイラークのまあありがたいところはですね、まあ、100株だとまあこの2000円相当というところになるんですが、まあ、1000株までですねこの株主優待の内容がグレードアップするというところで、1000株だと最高1万7000円程度いただけていたんじゃないかと思いますので、まあ、私はですね、まあ、1000株保有をしていますので、まあ、それで様々なファミレス店舗でまあ家族でお食事するというところで、本当にコミュニケーションなんかも図れますし、特に子供向けの安くて美味しいものも揃っていたり、あと妻についてはしゃぶ用が大好きで、まあ、そこでしゃぶしゃぶを食べるのを楽しみにしてくれていますので、また近いうちにもしゃぶ用に行って家族で食事をしようかと思っています。サムティについては不動産関連銘柄で非常に人気の高い銘柄というところになっていて、まあ、魅力的な要素としては一つは高配当銘柄というところで、まあ、配当利回りについても 3% 後半程度あって非常にまあ魅力的な内容となっていますし、合わせてですね、まあ、株主優待が魅力的な内容となっていて、でこれ200株以上必要というところではあるんですが、このグループ店舗が運営するホテルに無料で泊まれる宿泊券がいただけるということで、ホテルの割引が受けられる株主優待というのは他にも様々あるんですが、これ無料でもうね泊まりきれてしまうというのは他にはあまりないところとなっていますので、そのあたりが非常に魅力的な内容の銘柄と言えるんじゃないかと思います。こちらの写真についてはネスタリゾート神戸という兵庫県にあるホテルで撮った写真になるんですが、こちらのですねホテルについては私最も株主優待が有効に使えるんじゃないかと思っていてですね、ただこちら宿泊券1枚分では泊まれなくて2枚分必要ということになっているんですが、まあ、リゾートホテルに泊まれてなおかつ朝ごはんも夜ごはんもついていてですね、でこの施設内にあるですね大きめの温浴施設があるんですが、まあ、そこにもですね無料で入れるという至れり尽くせりの、まあ、ホテルというところになっていてですね、まあ、サムティのホテルについては本当に全国様々あるんですが、まあ、私はこのネスタリゾート神戸というのがですね非常におすすめなホテルと思っていてですね、まあ、中にはですね本当に大きいプールがあったりですねイルミネーション施設があったりしますので、もしここの券を2枚以上ですね取れるという方であればこのホテルを選択いただくと非常にいい選択になるんじゃないかと思ってます。ライオンについては歯ブラシであったり洗剤、まあ、その他さまざまな日用品を扱っている企業で、株主優待が非常に魅力的な企業というところになっていてですね、内容については自社の新商品というところで、まあ、これが3000円程度詰め合わせになったものが送っていただけるというところとなっていてですね、まあ、非常にボリューム感もあって
て利回り的にも旨味のある、まあ、そんなところが魅力的な内容になるんじゃないかと思っています。そして、まあ、こちらの銘柄コロナ禍非常にですね、まあ、一時はアルコールであったりそうしたところの需要を受けてそこそこ株価がですね顕著であったんですが、まあ、その後はその反動で結構、まあ、株価については安い状況になっていようかと思っていますので、そういう意味でも、まあ、買いやすいというところで今後ですねこちらの銘柄を検討いただくといいんじゃないかと思っています。でこちらの銘柄については直近で1年継続保有の要件というのがですね今後ついてくるというところになっていてですね、こちらの銘柄についてもその条件がついたことでなくなりにくくなってくるんじゃないかと私は見ていますので、そうしたところも合わせて検討材料にしていただくといいんじゃないかと思います。まあ、ただの商品じゃなくて新商品がいただけるというのが非常にいいところかと思っていてですね、まあ、そのあたりも妻もまあこういう商品があるんだというのをですね先行して楽しめるということで毎回楽しみにしてくれていますし、コロナ禍なんかは新商品ということで除菌関連の商品なんかもついてきていたりといったところもあったかと思いますので、そうした配慮も非常にありがたいところになっていたんじゃないかと思います。ヒューリックについては不動産関連企業として、まあ、こちらも非常に人気の高い企業となっていてですね、まあ、時価総額も1兆円をまあ超えていてですね、そのあたりの規模的なまあ安心感もありますし、配当利回りも高いというところとなっていて、まあ、合わせてですね株主優待が非常に魅力的な銘柄となっていて、こちらについてはですねカタログギフトがいただけるというのが、まあ、今の内容というところになるんですが、こちらについては2025年からですね2年の継続保有が必要となって条件自体は厳しくなってしまうんですが、ただこれ2個分いただけるというですねそうした優れた内容になっていますので、そのあたりも非常に魅力的な内容となっているんじゃないかと思います。で最近についてはですねカタログギフトというと株主優待の中でも非常に人気の高いカテゴリーではあったんですが、まあ、オリックスであったりそして直近では KDDI もこのカタログギフトを廃止してしまうという発表があってでですね、それをですね今回受けてですね、私はこのヒューリックというのがですね株主優待の中でもトップクラスに人気が高い企業になるんじゃないかと思っていて非常に、まあ、期待している。そうしたところからもですね魅力的な銘柄とも言えるんじゃないかと思っています。そしてちょっとね合わせてというところなんですが、まあカタログギフトというとどちらかというと女性の方がこの選んで楽しむというようなところになっているんじゃないかと思っていて、まあ我が家もですねカタログギフトについては基本的に全て妻が選ぶというような決まりになっていてですね、ヒューリックについては果物の関係の商品なんかも非常に充実をしていてですね、私の妻については、毎回メロンであったりですねリンゴこのあたりを楽しみにさせていただいてといったところで注文させていただいております。カタログギフトについては基本的にはまあ妻が選ぶということで、ただこれは本当に私自身もそうしてもらうことで優待投資についての理解が深まっていいんじゃないかと思っていますし、まあ男性というのはそういう選ぶというのは結構めんどくさかったりみたいなところもありますので、そういう意味ではまあウィンウィンじゃないんですが、まあそういったところでお互いで楽しめる非常にいい株主優待の一つになるんじゃないかと思います。最後に今後優待投資を始めようと思っている人に対してのアドバイスをお願いします。はい、まあ株主優待投資であったり、まあ、その他の投資もそうなんですが、私がおすすめしたいのはですねやはり極力、まあ、リスクを下げながら、まあ、長期で安定した、まあ、収益を上げていくというのが、まあ、大事なところになっているんじゃないかと思っていて、やはり、まあ、リスクを減らすというところであればですね、長期分散積み立て、まあ、このあたりの要素が、まあ、大事になるんじゃないかと思っていて、で、株主優待投資というのは私は、まあ、その3つの要素を全て満たす投資法だと思っていてですね、まあ、分散という意味ではやはり優待投資というのは100株ずつ買うのがお得なので分散につながりますし、長期保有が最近前提になるものも多くなっていて長期保有にもつながりますし、まあ、積み立てというところですると
と割とですね、優待投資家の人ってこうちょこちょ こう時間を分散しながら買っていくので、まあ、ある意味では積み立て投資にも近いような投資法にもなるんじゃないかと思っていますので、まあ、最近についてはですね、日経平均がまあ非常に高いポジションにあって今からやると危険だなと思っている方も多くいらっしゃるんじゃないかと思っているんですが、ただこうした中でもですね、結構株価安値圏につけていてですね、利回り高まっているような企業もあったりしますので、そうしたところですると、こういう状況下でそういう目を養っておけばですね、まあ投資家としての腕も上がってくるんじゃないかと思いますので、ぜひですね、今高いから買わないとかそういうんじゃなくて、まあ、時間を分散しながらどのポジションでもいい銘柄を頑張って探して買っていく、まあ、こうしたところが私は大事なところになっているんじゃないかと思いますので、もし参考になればですね、参考にしていただければと思っています。株主優待ライダーさん、今回はありがとうございました。